に使うと痛いじゃん。実はウイットブラシって一応使ってどうしようかな。じゃあこれも 100cc だし、はい、じゃあ今度来るときさ、ビシッと書こうと思うとプレッシャーだから、書けんかったら開けとけばいいですから、開けるとこだけでいいですから、ね、なんかそしてこの紙は持ってください、はい、じゃあ、よろしいですか。こうして安静時呼吸数がもし早いんだったら、ね、だとどうしても興奮するじゃないですか、興奮しやそうな子みたいだから、それからもう一個、まあ、女性の呼吸器がちょっとあるので、あ、もう一個あったやるの、そんなにいっぱい出してやれるかな。はい、津山さんすいません、おもちちゃんお願いします。もしやれるんだったら、これも出していいですか、はい、無理だったらやめときますけど、ね、どうかな。いや、なんでかというとさ、3回以上やらないと抗生物質だから、朝、昼、仕事で朝と帰ってきてからどんな状態、頑張ります。休みの日はもっと、はい、もし私が一度入院してたら2時間に1回やります。あ、じゃあ毎週の火曜日までには、そういう感じで、ね、要は、すいません、気管支配空気の通りにした鼻から喉のところに来て気管、はい、でその先が気管支、はい、再気管支で肺なんです。空気の通りの一番最初の鼻が目に刺すと薬が鼻に抜けていくんですよ。だからこれをね、はい、からあとお家でもね、吸入でできます。でもあんまり長い時間やらない方がいいんだけど、はい、1分から3分ぐらい湯気がかかせる。ただ湿度が高いの苦手だからね、あんまり長いことやっちゃダメ。ここでも3分に入ってたけど、吸入は3分でやるんですけど、はい、1分から3分ぐらい湯気がかかせる。でそのあともし出血したら患者さんに倒れていただきます。そういうのもしてあげるときどうか、うん、じゃあこれも出しちゃいますね、うん、でさあこの間の男子肺炎とそれからあと、はい、ね、うん、多分もうおかしいだから練習して栄養バランスが悪いから、人間自身きれいに緊急のちょっと赤みかかったっていうのを聞いたけど、ちょっとなんか暗い暗いのしましたね。そことはどういうことかって酸素が出ないから定時的に酸素あるわけで、これは酸素とか肺とかは出ないわけで、ね、あの逆効果が出てきて、なんかこう見入れていいかとか見入れたとか見入れる能力がということで、どうぞ観察してください。ご来来のも食べてればいいです。食べないといけない。どんなにってもちょっとない。あと、便の方はね、寄生虫がいませんでした。だから、便の消化具合もそんな悪くなかったし、便の中に入っても、まあまあ正常範囲。これですね。あ、もう一回。一回、全然弱くない。全然弱く、身体検査で、食べる。その先は調べられない。
ちょっと観察しながら見てあげてください。で、私も外来でいいなと思ったのは、家では食べたからさ、こんな短時間で、テレと4分、つもしやし。理由も、ね、あの、その休館で帰った後に、ね、村に食べてたっておっしゃったから、はい、ただ、そういうことで、もしあまりコクが荒いのが続くんだったら、そのうち食欲落ちてきちゃうからさ、そうなってから、ちょっと、なかなか大変だね。その時は、まあ、見ました。ということです。はい。はい、じゃあ、待ち合いでお待ちください。はい、あの、お薬3日分、コンディショナーと、はい、注射器4本出したので、はい、あの、点眼で。はい、失礼します。はい、すみません。ご覧になさってください。はい、はい。原本は出た。原本本の中で。提示してもらってください。はい。アルコールだけお願いします。ただに商品がまた後で、球場終わった？終わりました。球場終わっていた。